こんにちは、ケーズギターワークス吉松です。はい、この動画はですね、おかげさまで大変オーダーを今いただいておりますケーズギターワークスのフラッグシップモデルケーズ1カーブドトップのですね、すでに完成したお客様に納品したギターというのをですね、数本ご紹介をしようかなと思って撮っております。サムネの、ギターを見てこちらの動画開いていただいたかと思うんですけれども、まずはですね、こちらの動画でご紹介するのはシルバーメタリックトップのですねケーズ1のカーブドトップになっております。で、こちらに関してはちょっと画像を交えながらですね、ご紹介させていただければなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただき、何かしらのオーダーのご参考だったりとか、そういうものにですね使っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、こちらはですね、ケーズ1のカーブドトップを一番最初に皆さんに、ご説明してご紹介した時ということなので、もう1年以上前になるのかな。そうですね、カーブドトップっていうものを作りますよと、モデルチェンジしますよということでアナウンスした際に、いち早くご連絡をいただいて自分のモデルが欲しいというふうに、言っていただいたお客様に納品したギターになります。こちらはですね、マホガニーバックにマホガニートップという非常にうちらしい、木材を使ったスペックで作っているんですけれども、こちらはもともとボディのトップを塗りつぶすという前提で聞いてましたので、オールマホがいいというふうに、ご相談した上でこうなりましたということでですね、こちらは実は海外アメリカのお客様に納品したものになるんですけれども、その中でもですね、結構例えばメタリックの粒子の粗さとかっていうところに結構こだわっていただいたお客様になってまして、でテイタを何枚かですね作って動画でお送りして、最終的にこのメタリックがいいということで決まったカラーになっております。あとは 3S23 のコントロールなんですけど、実はこのギターが KGW オリジナルっていう今はディスコントさせていただいた弊社のオリジナルピックアップの最後の在庫を使用したオーダーモデルになっております。本当にこちらのモデルを最後にちょっともう在庫はないという状態に、オーダーをもうこれ以上は受けれないという状態になったんですけれども、こちらが最後にそれを載せたと。で、こちらに関してはですね、制作を進めている段階で実はカージアンさんと、一緒に作ったですねケーズトレブルブースターオンボード、こちらが、リリースできるっていうタイミングになりましたので、お客様にご案内したところぜひそれも入れてほしいということで、こちらですね、サイエンス23のコントロールにプラスもう一つオンオフスイッチを追加して、最終的に完成となりました。それ以外にですね、こちらのサイエンス23でケーラーなので、ケーズ1のすごくフラッグシップの一番うちがこれだよねっていう風に今まで皆さんにご紹介してきたスペックにまとまってるんですけど、こちらですね、一番最初からディッシュインレイがお客様が好みだということで聞いてましたので、そちらを選ばれてたりとか、あとはですね、こちらバック面は艶消し、グリップとかボディバックは全部艶消しで仕上げてあったりとか、はい、この写真はですね、もうアメリカにこれから行くというこの納品前、一番最後にうちで撮った写真になりますけれども、こちらはですね、ハードケースをご希望になられたので、ケーズ1専用のハードケースに入れて納品となりました。こちらですね、メタリックのシルバーが偶然といいますか、このワインレッドカラーといいますか、このふわふわですよね、これとのなんか色のコントラストがすごくこう締まった時にめっちゃかっこいいなと思って、これがお客様の手元に渡って喜んでいただければなと心から思って出荷させていただきました。はい、ということでですね、ちょっともうアメリカに行ってしまったものですので、演奏してお聞かせするということはこの動画ではできないんですけれども、こちらですね、納品した後にお客様の方からですね、すごく熱いメッセージをいただいて、非常に我々の励みになるような、お言葉をいただきましたので、ぜひそちらもですね、皆さんにご紹介して、こういうギターなんだよというふうにですね、ご理解いただければなというふうに思っております。ケーズ1は信じられないほどの品質と演奏性を持っている。また今まで所有した中で最も多機能なギターだ。使用可能なトーンの数には度肝を抜かれるよ。それに特にカーブドトップが美しいギターだ。ケーズは僕の期待を全て超えているよ。ということでですね、こちら原文は英語でだったんですけれども、日本語にこちらで直させていただいて、海外映画の吹き替えみたいな感じで読ませていただきましたが、こういった形でですね、コメントもいただいて、無事お客様にとっても喜んでいただけているということが分かりました。はい、ということでこちらがですね、ケーズ1カーブドトップとして、お客様に渡った結構初期のモデルとして、こうやって動画に残しておこうと思います。
はい、ということでですね、ケーズ1のカーブドトップに関してはこの間の横浜ミュージックスタイルとかでも出展をしましたけれども、ニューギニアローズのトップだったりとか、先日のイベントのショーモデルだったりとか、結構ウッディな、もう木っていう感じのギターからフレームとかキルトを使ったギラギラなモデルまで結構振り幅を、持たせてありますので、ぜひ皆さんが気になるスペックでお見積もりだけでも全然大丈夫なのでご連絡をいただければと思います。はい、ということで以上ケーズギターワークスでした。